皆さんこんにちは、カプコン辻本です。エグゼクティブディレクター、アドディレクターをしている藤岡かなめです。はい、ディレクターの市原です。よろしくお願いします。はい、ではまずこちらの映像をご覧ください。南田、刮目せよ。俺たちが立ち向かうのは歴史そのものなんですね。現地には当時の兵器が残されている。視力を尽くし守りを固めた。調査団の本体到着しました。死なない程度に時間を稼ぐっす。まさか、まさか。というわけでですね、今回のアップデートでなんといよいよ、ミラボレアスが、追加されますということで、このミラボレアスの話また後で、させていただきたいと思いますので、その他の、情報も、皆様にお伝えしたいと思っておりますので、ぜひ最後まで見てください。はい、じゃあまずはですね、このミラボレアス の、そのデザインであったりとか、ちょっと設定とかっていうのがちょっと紹介したいと思います。はい、初代モンスターハンターの時に、オンライン上でしか出ないモンスターっていうことで伝説的なモンスターという扱いで、その黒竜っていう名前だけでこう語り継がれたり、どんな存在かみんなわからないぼやっとしたものっていうのが突如現れるみたいな、そういった感じでこうオンライン上でもこうちょっとイベント的に、ある日突然現れるみたいなモンスターですね。はい、それを今度はワールド仕様としてよりチャレンジャーブルなモンスターとして再設計したといった感じですね。ということはもちろん強いんですね。はい、一言で言うとね、もちろん、はい、そちらのもちろん強いです。特徴を、何かあれば、まず気になるところ、フィールドかなと思うんですけど、ミラボレアスといえばっていう場所、シュレイド城を今回アイスボーンのクオリティで再現いたしましたので、その辺も期待していただきたいの と、シュレイド城といえば、激流層だったりとか大砲だったりとか、ギミックを駆使した、戦闘っていうのも楽しめるかなと思ってます。そしてなん と、このタイミングに来て新たな NPC が登場しますと。今回、シュレイド城にミラボレアスが出るかもってなると、やっぱりギルド総出の大きなミッションのリーダーとして将軍っていう新たな、はい、ギルドからの使者というのが来て、この、新大陸の調査団に、ちょっと手伝ってくれといった感じの依頼がかかると、ギルドの方はね、そのちょっと偉い人です。あとその陽気な推薦組っていうのがいるじゃないですか。モンスターハンター4の時のヒットルーキーなんですね。ヒットルーキーって言われてた頃の、陽気な推薦組のお話が少しこうね、絡んでくるような演出があったりとかして、そういうのもちょっと楽しみにしてもらえたらなって感じですね。はい、モンスターが出るっていうことは、もちろん装備の方もですね出ますと、ミラボレアスといえばもうこのデザインっていうのがもう過去シリーズからあって、ドラゴンシリーズっていうんですけど、モンスターハンターワールドクオリティでしっかりと仕上げておりますので、ちょっと楽しみにしといてもらいたいですね。はい、あと音も、はい、これはちゃんと説明しといた方がいいと思いますよ。これはミラボレアスフェイクみたいな、もので、さらに武器がですね、ハンターの納刀するとこう乗られてる状態みたいな、ぜひ作ってみてほしいですね。はい、そして、皆さんも気になると思います、性能の方はどんな感じになってますか。はい、スキルの方にまたちょっと特殊なものをご用意しています。かなり強大な相手を討伐することになるので、その報酬として、シリーズスキルで全極意が、ここまでですかね。もちろんスキルは、積んでいっていただかないといけないですけど、さまざまなモンスターの極意があったと思うんですが、生態系の頂点。はい、そうですね。楽しみにしてください。次ですね、システム関連のアップデートに関して皆様にお伝えします。
まずはですね、今回新たに追加になるスキルがございますので、そちらの方の情報になります。クラッチクローっていう新しいアクションがダイス棒に加わったんですけど、しがみついた状態からの武器攻撃で、ちょっとその役割が違う武器種に分けてたんですよ。それを両方使える新しいスキル、例えば片手剣とかだったらスインガーの弾を落とすけど、肉質を軟化させるのに2回攻撃が必要だったのが1回になる、かつ、スインガーの弾も落とします。ビルドした後に隙間があったら入れ込みたいなっていうようなスキルになってくるかなと。でそしてですね、重ね着装備、こちらの方がですね、いよいよ、全開放されることになりますので、皆さん本当にお好きな重ね着を着ていただくことが可能になります。はい、他にもですね、いつも通りなんですけど、マカレンキン可能なアイテムが追加されたりとか、あと、マカレンキンで制作できる装飾品の方も拡張いたします。護石の強化だったりとかも予定しております。そしてですね、その他のアップデートの概要をまとめたものがこちらになります。次はですね、最近毎回お遊び心満載のチャームこちらも追加されまして、はい、今回もいろんなチャームがありますね、うん、この辺はデザイナー趣味ですからね。そうですね、はい、バラエティ豊かにありますよと。そして、はい、家具、こちらの方も追加されるものがございますと、はい、チャームが可愛かったりしたので、ちょっと家具とかにも置いてみたいなっていうところで置かせてもらってたりとかします。あと、でっかい頭骨が部屋の印象を変える骨とかも用意してますんで、はい、まあまあね、お好きな家を作っていただけたらと思います。はい、はい、次はですね、10月に予定しております、祭りイベント、こちらの方のご紹介したいと思います。まあ、今回はちょっとホラーチックというかお化け屋敷っぽい、はい、感じで、まあ、お供の装備であったり、あと受付嬢のこう衣装だったりっていうのも、まあ、そういうのにすごく、はい、マッチするデザインとなっておりますので、なかなか遊び心のあるデザインに仕上がってますんで、ぜひ、はい、楽しみにしていただけたらなと思います。はいはい、あと雪だるまのデザインとかも変わってるので、はいはい、遊んでみてください。現在ですね、このタイトルアップデート第5弾に向けてでですね、過去に配信した、祭りのイベントを再配信してますので、この機会にそちらも遊んでいただいて、このミラボレアスに挑んでいただけたらと思いますね。はい、はい、バーッとですね、うん、アップデートの3週間前から1クエずつ各1週間、うん、新しいまたイベントクエストをご用意してまして、うん、兵器置き場っていうフィールドイベルカーナーに襲われた場所、はい、あそこでちょっとなんかモンスター狩ろうかなみたいなクエストを用意してますんで、ちょっと普段とは違う遊び方ができるクエストになってると思いますので、はい、ご期待ください。はい、はい、今回はですね、ワールドの時の、ディレクターの徳田を呼んでおりますので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、徳田くんです。お久しぶりです、モンスターハンターワールドディレクターの徳田です。モンスターハンターワールドから、数えますとですね、2018年の1月の、26日に、ワールドの方がですね発売されまして、そこからですね、ワールドの方でも、アップデート何回かさせていただきまして、そして、アイスボーン発売から大体もう1年ですね、はい、1年ぐらい経ちまして、今回ですね、無料の、大型アップデートがですね、最後となっておりますので、皆様にそちらをお伝えしたいと思っております。もちろんですね、まだイベントクエストとか、当然続いていきますので、まだまだ、アイスボードを遊んでいただきたいんですが、ここでちょっと振り返ってみましょうかと、まあ、せっかくなのでね、最後に特段なんか久々やね、本当に久々です。ワールドでアップデートしたやつも実はまだ遊んでへんっていう人もいるかもわからないんで、うん、ね、いろんなね
コラボとかもあったしね。そうですね、他社のこう有名なタイトルとも、コラボさせてもらって、なかなかちょっと特殊な遊びも入れさせていただいて、まあね、あの難易度的にちょっと難しい部分もあったかもしれないですけど、まあ、ユーザーの方結構うまく攻略していただけたのかなという感じはしてましたけども、うんうん、開発同士のやり取りも結構新鮮でしたね。そこ、ね、僕たちもノウハウとしては助かりましたね、うんうん、で市原、はい、アイスボーンリリースした時もね、この無料のタイトルアップデート、はい、まあ、大体まあ1年ぐらいはやりたいなって話をしてて、はい、本当にこう1年経ちましたが、そうですね、今思い起こすと、まあ、今徳田さんが話されたような部分を僕は家で、ね、プレイヤーとして遊びながら会社に来たらまたアイスボーンの方を作るみたいな、うん、もう一日中モンハン漬けの生活を続けてきましたけど、はい、1年振り返っていろいろアップデートかけてきましたけど、本当にユーザーの皆さんに遊んでいただけることが嬉しくて、うんうん、やっぱファンの方がね、そのずっと支えてくれてるっていう感じは、うん、ね、やっぱり、はい、都度感じてよかったよね、はいはい、今日ご紹介したミラブリアスもアイスボーンの企画始めた時とかって確定じゃなかったもんね。確定じゃなくて15周年、うん、そうそうそう、去年かな、やって、でやっぱりもうミラブリアス解禁しましょうになって、うんうん、そしたらやっぱこう古いものをこういろいろ出してくると、やっぱもう当時のものだからなかなか今使いづらかったりしてて、 CG で何かするにしても、だからまあ一応15周年用にミラボレアスちゃんと CG 作ろうってなったらすごいバズりましたよ、それが。そうですよちょっと出さないっていうわけにはいかんなってなって、ちょっとドカドカっと積ましてもらったらまあなんとかチームとバランス取ってやってくれたんで、まあ、こういったユーザーとのやり取りも結構楽しかったですよ、うん、2年以上アップデートならではな感じがありましたね。 そうそうそう、その時の空気で受け答えしてる感じがあったんで、うん、楽しかった、はい、というわけで、無料の大型タイトルアップデートとしてはこれ最後になりますけど、先ほども言いました通りにまだまだイベントクエストとか、遊んでいただきますし、かなりのやっぱりアップデート繰り返してきてボリュームになっているので、まだプレイされてないクエストがあったりとか入手してない、武器防具があったりとかされる方もいっぱいいると思いますので、ぜひ、まだまだ、みんな仲間のハンターと一緒に狩りを楽しんでいただけたらと思います。はい、それではですね、最後は、いつものご挨拶でお別れしたいと思います。いただきます。ひと狩り行こうぜ。